这个歌手我个人非常的欣赏，会当讲新一辈在日本唱民谣唱了非常好的歌手，叫做下川里美。在还没听伊的歌之前，我先来唱一首咱台湾的民谣，和观众朋友比较看卖啊。恋しこうて君
那大搜搜非常好听的一首歌曲，那次高安丽米酱，真的非常欢迎他来。我在大概差不多两三年前听到他的声音的时候就被吸引了。他这几年他在日本非常的红，他是代表 Okinawa 唱民谣歌手。那去年我最印象的就参加日本这个红白对抗战，然后他在里面演出，真的很不简单，在日本可以参加红白对抗，真的是一个非常杰出的一个歌手。他第一次来到台湾，我跟用日语跟他问候一下。ようこそ台湾においでまして、どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、台湾はどうですか？初めまして。初めてなんですけども、やっぱり私が生まれ育った石垣島とものすごく近いんですよ。地図で見てもすごく近いんですね。なのですごく楽しみにしていたっていうことと、やっぱり実際来てですね、木とか、お花とかがすごく沖縄と似てて、あとこう建物の色使いとか、そういうのがすごく似てて、なんか嬉しいなって思いました。是。他的意思是说他很高兴，然后他来到台湾，那琉球离这里很近，然后其实他的声音其实因为他跟台湾比较亲切的原因，是因为他的欧巴桑是台湾人。欧巴桑啊，台湾人ですか？そうなんです、台湾の。あ、ちょっと台湾語できますか？台湾語は1から10までしかわからないです。どうぞどうぞ。はい。チヌサシゴラチンペカウザ。ヨリサシゴラチンペカウザ。はい。はい、うまいですね。ありがとうございます。今回はね、最初のナタソーソーは沖縄の民謡ですか？沖縄の民謡というよりは、J-POP スとして向こうでは取り上げられてますね。僕も歌ったの台湾民謡、はい、ウヤホエしてる、ウヤホエ、ウヤホエ、それを私は東京の方でこれを沖縄の歌詞にして歌ったり、あと日本語に直してこう歌ったことがあります、ステージで。そうですか。はい。一共一条歌で日本語、なお改造日本語来唱哈。とても嬉しいです。ありがとうございます。僕のおっさん全部このリミちゃんの歌とても好きです。そうですか。最初出たの時ね、声がとっても特別、スペシャル、声がとてもスペシャルです。ありがとうございます。なんでそんな綺麗な声？本当に小さい時から歌が大好きで、もうずっと小さい頃から絶対歌手になりたいと思ってたんですけども、歌は父が教えてくれて、小さい時に男の人の歌を歌うことがすごく多かったんですよ。なのでキーも普通の人よりはちょっと高いのが出る。僕も同じ。あ、そうですか。僕のお父さんも歌手から小さいから歌うです。ずっと歌って、はいはいはい、同じですね、はいはいはい。何歳ぐらいデビューしました？一番最初16歳ですね。これからね、はい、僕は日本沖縄の歌ね、台湾流行ってるの歌あります。ありますか？台湾語の歌叫花心。花心。那日本語の歌は花。花、はいはい。一緒歌ってくれますか？ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。川は流れてどこどこ行くの、人も流れてどこどこ行くの、
花を咲かそうよ。